それでは田中選手にセンターに向けて一言いただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、田中大河です。決勝戦、3位決定戦、お疲れ様でした。7月から始まったこの長い大会で、勝つ喜び、そして負ける悔しさ、いろいろ、体感できたと思います。それを、これからの、サッカー人生に生かしてほしいと思いますし、今日感じた嬉しさだったり悔しさを、これからみんなの夢や目標を達成するためには日々の努力だったり日々の積み重ねこそが、プロサッカー選手になる一番の、実現することだと思います。それを今日感じた今の気持ちをこれからの、行動に変えてください。これからの、皆さんの成長を僕自身も楽しみにしていますし、僕自身も、皆さんとサッカーできるように頑張りますので、これからも最後までひたむきに一生懸命頑張ってください。ありがとうございました。田中選手ありがとうございました。それでは続きまして個人賞を発表していきます。最優秀監督賞はアルフットアミロ小森監督です。どうぞ監督お進みください。Oh!